手の内ね、手の内。手の内の基本的な作り方っていうのは、その学習ノートには天文筋って書いてあるんだけど、天文筋ね、天文筋って言われてます。この筋、手をこうやって折り曲げた時に、できてるね、この線ね、天文筋って言います。大体この天文筋のあたりを弓の外側、これ戸岳っていうんだけども、弓の外側の、自分側の方、ここね、この角、今チョークで赤く印をつけましたが、この部分をこの天文筋のあたりにこうつけておく。つける。それで、その後まず小指をこうセットするんだけども、この親指の付け根と小指の付け根をこう接近させるようにして、こういう締め方をします。こういう締め方、親指と小指の付け根を接近させるようにする。こういう締め方で、こういうふうに締めておけば、こういう握りにはならないからね。こういう握り方にはならないので、こうしっかりと締めておくの。小根っていうんだけども、小っていうのは手のひらっていう字書いて、その根っこって言って、小根って言います。これをこう、ここを締める感じで、こういうふうに。それで小指をまずセットする。で、次に親指のこの人差し指と親指のこの股のこの皮、これを中にこう入れるようにして、親指をこういうふうにセットする。そうすると親指の、爪が上向きます。こういう形ね。こうじゃないよ。この皮を中にこう入れてしまうような感じにする。そうすれば親指の爪は上を向きます。そうすると、こうなってれば、弓の圧力を受けた時でも親指が伸びた状態になってます。これが爪がね、親指の爪が横を向いてしまうと、もう弓の圧力に負けて親指が曲がっちゃうんだね。こういうふうに、中の皮をしっかり内側に入れておけばこうなります。親指がこう曲がってしまうっていう人はね、その辺をちょっとこう直してみてください。やってみてください。こう中の皮をね、中に入れて、で親指の爪を上向けるような感じにしておく。で、そうすると、つのみって聞いたことあるかな、つのみ。親指の付け根、内側ね、の付け根と弓のこの角、この部分をがきちっとこう当たるようにして、このつのみの部分をしっかりとこう効かせることができる。こうね。はい。で、中指、小指と親指がセットできました。で、次に薬指と中指を小指と親指のこう間にこう割り込ませるように、こういうふうに作るんだけども、爪の先を揃える、爪揃えっていう言葉があります。これは、どっちでもいいです。手の大きい人はね、手の大きい人はきれいにこう指の先を揃えることができるんだけども、これを意識してこう揃えなければならないっていうことはありません。もうその手の小さい人なんかはね、自分もそんな手大きい方じゃないんだけども、小指はちょっとこういうふうにずれても構わない。ただし、親指と中指は
絶対に離れないようにしてください。親指と中指はこれ絶対に離れないようにする。で、感覚としては中指、薬指、小指のこの三指と親指で輪っかを作るようにする。輪を作る。だから決してこう握るわけではない、輪っかを作るようにしておいて、この状態でこう打ち起こして引き分けるときに、この手の中で弓がね、空回りするようにね、していきます。だからこの親指と中指は離さないっていうことと、この輪っかにしておく、こういう握りには絶対しないと、それを覚えておいてください。